関東は11月並みの肌寒さから一変、夏日予想になります。飯島さん、関東は昨日肌寒かったですが。そうですね、はい、自分割と寒さには強い方だと思っているんですけども、さすがに昨日は寒くて、はい、まあ、半袖で外出るのはちょっとはばかられたので初めて長袖で来ましたね。はい、昨日のね、はい、あの体感のご報告をちょっと見ていきたいんですけど、これ大体あの最高気温が出るのってお昼過ぎなんですね、はい、12時半ですけども、ご覧のように関東からの体感のご報告ほとんどが肌寒いという方が多くて、中には青い、寒いというねご報告もあるんですね、はい、で昨日東京の最高気温が16度だったということで、まあ、雨が降って昼間もほとんど気温が上がらなかったので寒かったんですけれども、今日はねこの後晴れ間も出て、はい、気温がかなり上がりそうなんですね、はい、で今のね実はあのひまわりの画像を見ていきますとね、ご覧のように関東はまだ雲残ってるんですけれども、結構東京湾周辺などもね晴れ間が出てこの辺りも明るくなってきたように見えるんですね、はい、で、あのまずもあれですね、あの今曇りや雨のアイコンだけなんですけれども、あのそうですね、ご覧のようにお日様がちょっと見えてきていますので、はい、この後ね結構日差しがありそうなんですよ。で今日の関東の天気のアイコンをちょっと見ていきたいんですけれども、実はこの関東南部の平野部晴れの太陽のアイコンないんですけれども、まあ、この曇りの中に実は晴れ間というのもあると考えていただいていいと思うんですね。で軒並み最高気温24度から25度ということで、まあ夏日にならないところもあるんですけれども、まあ、昨日に比べますと6度から8度も高いということなんですね、はい、なのでね今日は体感的にはまた季節が1ヶ月半ぐらい逆戻りしたような体感になりそうですね、はい、昨日と比較して気温がぐっと上がるところが多くなりますので、服装で上手に調節していただくなど体調管理に努めてください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。